メイ先輩を返してもらうわ。お前たちは律者の価値を全く分かっていない。奴らの自然を操る力の源さえ解明すれば、人類の科学技術も飛躍的に進歩することになる。ブローニャ、奴らを仕留めなさい。ブローニャちゃん、操られるな。目を覚まして。幼い頃に両親を亡くしたブローニャにとっては、カカリアはお母様そのものです。でもブローニャは優しくしてくれたメイ姉様を傷つけたくない。だからブローニャはもう戦わない。キアナ、今のうちにメイ姉様を連れて脱出してください。ブローニャはすでに自分のバイオチップを破壊しましたから。ふざけないで。バイオチップはあなたの脳内に直接埋め込んであるのよ。そんなことをしたらまさか死ぬつもり？ブローニャは自分の命よりもメイ姉様の方が大切です。メイ姉様を傷つける命令にはもう従いません。さようなら、メイ姉様。キアナ、メイ姉様を頼みます。苦戦の末、ネゲントロピーの重装戦術機構デウスを撃破したキアナたちは、ME 社本部からの脱出に成功した。メイを取り戻すことはできたが、ウェンディは帰らぬ人となり、ブローニャも昏睡状態に陥っている。聖フレイヤ学園の技術をもってしても、彼女を助けることはできなかった。ブローニャを救いたいテレサは、聖フレイヤ学園の中央教会へ向かうことにした。その地下には、天命組織最高のバイオ技術が眠っている。それは学園長ですら知らない機密事項であった。